藤井元気です。2月23日、中東情勢を中心にお話したいと思います。今日はですね、この私の話の後、小松圭一郎さん、という私のイギリスに住んでおります友人、彼との対談、彼にインタビューしたものを、ちょっと長いものをこれを、放映いたします。小松さんはその部分でも紹介しておりますけども、イギリスを中心に活動されている日本人の方で、コンサルティング会社の社長さんをされているんですけれども、大変インテリジェンス関係に造詣の深い方であります。その分野で学位も得られておりますし、またイギリスの経済産業省にもお勤めでした。そういった関係で、まあ、現在はですね、マダガスカルという国がアフリカにありますが、この国の大統領顧問もされているというような方で、中東からまたアフリカのあたりの情勢に詳しい方であります。小松さんのまあ話、いろいろ日本では聞けない、マスコミが伝えない大事な話がありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。その前に私の方で、まあ、簡単なイントロダクションを兼ねてお話をさせて、いただきます。今日一番のニュースだったんですが、エジプト情勢はやや収まってきたんですが、なかなかエジプト人もしたたかといいますか、アラブ人のしたたかさといいますか、この際、借金を全部踏み倒そうという話をして始めましてですね、イギリスのキャメロンさんという首相が、まあ、エジプトへ急遽飛びました。エジプトどうなっちゃうのか、まあ、イギリスも心配なんですね。で、自分たちの影響力も残したい、ということでありましょう。まあ、こういうとこなかなかですね、まあ、恥も外聞もなくというと何なんですけども、イギリスの首相なんてものは割と腰を軽くですね、動くもんであります。フットワークなかなかいいですよね。これキャメロンさんに限ったことではありませんけども、それでもって借金を踏み倒しをですね、エジプトが言ってきてる。これはイギリスだけじゃありません。 EU のですね、代表にもそのことを言っております。まあ、この際、出直すには国の負担を軽くしないといけないと、もう政権も変わることだしというようなことなんでしょう。こういう時ですね、イギリスはね、これ案外いい顔を見せたがるんですね。かっこしいなんですね。それでもってぜひ、まあ、その代わり俺にリーダーシップを取らせろと、イギリスがですね、全部肝入り役といいます、幹事役やっていろいろ話をつけるから、てなことを言って、またエジプトに恩を着せて、エジプトに自分たちの、まあ、権益といいますか影響力を認めさせるというようなことを、まあ、割とイギリスなどはやりがちですね。まあ、一番大きな借金をエジプトがありますのは、まあ、フランスであります。エジプトに一番大きなお金を貸しているのはフランス、2番目にイギリスでありますけれども、これ日本なんかですね、このさまざまなビジネス関係の借金も、これ私企業の借金も下手をすると踏み倒されかねないということがありますので、注意しなきゃいけないところだと思います。まあ、ともかくですね、まあ、エジプト人がしたたかという言い方をいたしましたけれども、実はこういう言葉を使うのは非常に虚しいんだって、外交になりますと、これはシナ人もしたたかであります、ロシア人もしたたかです、アメリカ人もしたたかです、ヨーロッパ人もしたたかです、したたかでないのはこの国の国民だけということになっておりますので、このどさくさに紛れて借金を見倒しちゃおう、なかなかすごいですね。アイスランドなんて国は32万人の国ですが、国民投票をやりまして借金を踏み倒そうということを決めまして、すごい国であります。今日ちょっと小松さんとのインタビュー、彼との対談には出てこなかったんですけども、アイスランドなんでこんなことができるんだろうということを小松さんに聞いてみたら、いや藤井さん、あれはもともと海賊の国ですよ、バイキングの国ですよと一言でおっしゃってましたけど、まあそういう側面も、あろうかと思います。人口32万人でですね、金融立国やろうとして大失敗した、金利 15% をつけますよと言って世界中から金集めて、イギリスなんかもだいぶアイスランドにぶち込んだんですね、投資したんです。そしたら潰れちゃいましてですね、今度は借金負けてくれ、借金負けてくれって言った、借金を踏み倒した後に、言うことがすごいのは、今度は、EU に入れてユーロ圏に入れてくれということを言ってきまして、どうも EU はこれを OK しそうですね。超したたかな国でありますけれども、人口32万人でもアイスランドも、まあ、ある意味で頑張ってます。これが世界の現実です。さあ話を少し前に進めましょう。
小松さんとの話の中で、アキムというのが出てきます。これ、日本語ではですね、まあ、アキムというふうに言うのがいいと思いますが、アキムというのは AQIM の略であります。これが、チュニジア情勢です。ですから今、お隣の国のアルジェリア、大変まあ、騒乱が燃え盛っておりますけど、ここの話をする、あるいは西アフリカあたりの、イスラム圏の話をするにはどうしても避けて取れない言葉、アキム、キーワード。AQ はアルカイダの略ですね。IM はインイスラミックマグレブ。マグレブ、地方というのは、地中海の南側、アフリカの西北の地域、リビアから西のあたりが、マグレブと言いますけど、モロッコとかああいうところですね。これはの、そのマグレブのイスラム教徒。マグレ、イスラム教のマグレブにおける、まあ、アルカイダということで、まあ、本体のアルカイダとつかず離れずの横の連携をしているアキムと、これが、まあ、一つのキーワードになっています。これが、まあ、チュニジアのですね、あの騒乱のバックにいた、今アルジェリアの騒乱のバックにも、おります。まあ、これは、これが同様のイスラム原理主義の運動体ということになりますと、これがエジプトに行きますとイスラム、ムスリム同胞団と、いうことになります、エジプトはマグレブではありませんから、このアキムではないんですけれども、同様のものがあるということなんですね、この、まあ、イスラム、ムスリム、イスラム同胞団であります。ムスリムってのはイスラム教徒のことであります。まあ、イスラムというのもイスラム教徒集合体で言いますから、まあ、イスラム同胞団というふうに日本語で言うこともあります。このムスリム同胞団、これがまたですね、非常にトリッキーな存在であると。これ、いろんな国にあるんですけれども、これ結構穏健派であってですね、そんなに過激派じゃないんじゃないか、原理主義じゃないんじゃないかという考え方もあります。しかし、よく考えてみますと、このムスリム同胞団というのは非常にネットワーク型の組織なんですね。どっかにトップがいてですね、ピラミッド型の組織で命令一家ですね、統一して動くというものではありません。いくつもの団体 のこう連合体と呼んだ方がいいでしょう。いわゆるネットワーク型の組織である。ですから、エジプトのムスリム同胞団といってですね、じゃあ我々が行ってその代表に話を聞きたいと言ったら、これは外国のマスメディア向けには非常に温厚な穏健な人たちが出てきて話をしてくれる。そうすると、これだったらトルコあたりのですね、イスラムとそんなに変わんないんじゃないかと、温厚だなと、過激派というのは嘘だなと、こういう印象を持ってしまう。しかし一方で、あのエジプトのサダト大統領を暗殺、しましたのも、これもムスリム同胞団なわけでありますから、必ずしも穏健な組織によって統一されているというわけではない。これは穏健な組織もあれば非常に過激な組織、原理主義的な組織もあると、それが同じ名前、同じ傘を共有しているというふうに考えるのが適当でしょう。そういうものも あります。ですから、これも非常にトリッキーな存在であるということであります。とにかく、まあ、イスラムの考え方というのに基づいて生きようという人たちが今世界で非常に大きな人口を占めております。そしてその人口は一番早く、増え続けております。そういった点で ですね、この、まあ、ヨーロッパでありますと、やはりこの十字軍からのキリスト教世界とイスラム教世界の戦い、これを近代になってからずっとですね、イスラム世界の方が劣勢にありました。それをなんとか跳ね返したいというのは、この歴史的な一種の、まあ、怨念といいますか、ヨーロッパに対する反感というものがイスラム世界にこれどうしてもある、こういったものが噴出してきているというのが現状だと思いますので、どっかの政権が一つだけ、たまたま何かの理由で潰れたというようなことではないということ、まあ、これは十分に考えておく必要があるでしょう。そして、イスラム原理主義的な動きもある。例えばエジプトで見ますとね、それからアメリカが応援しているような本当に親米的な近代、民主国家を作ろうというような動きもある。イスラムの中にもいくつもの動きもある。その中で、また大部分の大衆と言われる人たちの中にはですね、単に、はっきり言えば暴徒と化して暴れたい欲求不満で貧しくて、
とにかくムバラク出てけ、独裁者出てけということが、デモが起きたらもうその熱狂の中に身を投じて、とにかくまあ破壊行為といいますかですね、革命のお祭り騒ぎに興じたいという、まあそういう大衆的なですね、先導された大衆のそういった人たちもいるでしょう。もう様々な要素が、あるわけであります。今リビアのカダフィさんの独裁体制が揺らいでおります。リビアのカダフィはかつては非常に、まあ、反欧米的な人だったんですけれども、まあこれでも、まあ、今欧米とはむしろ和解はある意味で、まあ、9.11 以降特に和解したわけですね。そしてもって、まあ、おとなしくしてる。まあこれが潰れるのはですね、欧米の中では特にまあ、右の方といいますか、アメリカの方の保守派の人はあのカダフィが潰されるのはざまみろと思ってるかもしれません。まあそういう側面もあります。からイランでもう革命騒動といいますか反体制運動が起きている。そうするとこれはアメリカの保守派の人、まあヨーロッパの保守派の人を見てて、これはイランがやられる、イスラム原理主義、まあ一緒のざまみろといいますかですね、考えている側面もあるかもしれない。しかし、そうも言ってられないということもあると思うんです。リビアのカダフィさんがいなくなったらどうなるか。もっとこれリビアのカダフィさんはよりももっとイスラム原理主義的な、もっとひどい独裁者が出てくるかもしれない。カダフィというのはイスラム原理主義とは距離が置いている人で、一種のまあ軍部をバックにした独裁者であったので、もちろんイスラムの旗は捨ててないけど、狂信的なですね、宗教的なリーダーではなかったわけであります。かつてのイランのホメイニさんのような人ではない。イスラムの旗も掲げているけれども、まあ軍事力をバックにした一種のまあ近代主義的な独裁という側面もあったわけであります。イランでも今核開発を進めているわけです。事実上ですね。そうするとイランが混乱すると、核兵器を開発中、あるいは開発してしまった国が、核兵器を持っている国が大混乱の無政府状態に陥るということもあり得る。まあ今のイスラム原理主義的な政権に対して、反対する反政府運動ですから、当然その中にはアメリカが応援するような、西側ヨーロッパが応援するような、反イスラム的なエレメントもあると思います。しかしそれだけで問題解決しない。まあとにかく結論から言いますと、中近東を中心にまあ大混乱ですね。さまざまなベクトルの運動がありますけれども、使っている手段は、インターネットというですね、ツイッターだ、フェイスブックだと最先端の手段を使いながら、携帯電話を使いながら、そして中東は大混乱、非常な大きな混乱と無秩序の時代に突入している。で、どうもそれが中東だけではなくて、日本を巻き込んで、まあ、世界全体がそういうことになりつつあるんじゃないかなという印象を、まあ、受けます。それで、あとですね、まあ、経済的にはあまり、今日はお話しする時間がありませんが、まあ、ヨーロッパでもアメリカでも経済は二番底に2011年確実になっていくでしょう。これヨーロッパの経済危機が本当に展開するのはこれからであります。スペインの金融危機というものが非常に大きな、爆弾になるでしょう。それからですね、まあ、実は私今ザ・二番底という本を書いてるんですけれども、今年から来年にかけて大変なことになっていきます。ここがそこだと、ドーンと景気悪くなってここがそこだと思ったらさらにもう一段下に落ちて、これは二番底ということですが、2011年、日本もアメリカもヨーロッパもますますそうなるでしょう。それで、まあ、日本というのは似たようなある意味で立場にある、中東におけるイスラエル、ユダヤ人の国ですけれども、イスラエルが大変な今危機にある、危機感があるというのはこれは確かだと思います。何しろですね、周りで、唯一、まあ、信頼できるアラブの国であったエジプト、これがで政権が、新イスラエルの政権が滅んでしまった、ということなんですね。そして、これは自分たちの、まあ、安定してですね、自分たちの安全保障の基礎の一つが失われてしまったということであります、イスラエルにとって。それはまあイスラエルも含めてなんですが、特にまたこの米英仏の諜報機関、情報機関もですね、今回のことに対しては予測することができなかったと言われております。非常にまあその無能さ、やっぱりイスラムの世界分かんなかったということで、みんなまあアメリカもイギリスもフランスもショックを受けておる。イスラエルのある部分もそうだと思います。それからこの TPP という、今アメリカが
日本に TPP やってくれというふうに言っておりますけども、アメリカでは民主党サイドでも共和党サイドでも、このもうグローバリズム、特に経済グローバリズムに対するもう嫌悪感、反対の運動が非常に広がっておりましてね、それでもってこれでアメリカが打って一丸となってグローバリズムを日本に押し付けてる、そんなことはもう全くありません。ある意味で日本の TPP 運動と同じような運動、反対の運動がですね、アメリカの各地で起きております。右でも左でも両方で起きております。これが今の国際情勢です。小松さんとのダイアログ、ぜひ皆さん注意深くご覧ください。どうもありがとうございます。